はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。12月は8日木曜日でして、11時をちょっと回りました。今日はね、日が照ってていい感じですね。日が照ってるからね、寒ないと思ってたんですけどね温度を見たら、千代田区14度で別に暖かくはないですね。この日は16度ですね。ギリで16度、体が慣れましたね。この16度5度ぐらいの、15度16度平気やみたいな感じだったんですね13と12度ぐらいになるともう完全アウトなんですよ。私は寒いわ、暖房入れようってなるんですけど、さて日経平均はそんなに動きな、ちょっと下がってますね。-248と、まあ少し下がってますね。ドル円は 136.81 とですね、どうでしょうね。じゃあ若干円安にこう戻ってきたんですかね。137に行くんですかね。香港ハンセンはプラス373。このね、ゼロコロナがね、緩和されそうやというのがですね、今週の初めぐらいに見えてきましたね。ほんで、これでほんまに緩和されたら、これ、ハンセンがビーって上がんねんっていう話をしてたんですけど、まあ、ちょっと上がったんですけど、なんかいまいちですね、19,118 なんですけど、2万ぐらいすごいピンといくかなと思うけど、そんな簡単ではなかったんですね。でこのゼロコロナ緩和というのもね、いろいろ報道されてますけどね、なんて言いますかね、その全面的に緩和してね、日本や欧米並みの緩和まで行くかっていうと、そんな気配も見えてないですね。どうなんやろっていう感じですね、オミクロンを科学的に分析して、これやったらね緩和しても大丈夫みたいな当局の発表があるんかなと思って待ってたんですけど、もう今週中にあるんちゃうかなと思って待ってたんですけど、まだそこまでないんですね。ということはデモが広がったからちょっとだけ緩和する姿勢見せてみたいな可能性がなくはないんですよ。これだから逆コースの可能性もあるかもしれんっていうですね。時事.com にこんな記事が出てます。これは今日の朝の7時9分ですね。中国景気回復予断許さず、規制再強化に不安もゼロコロナ緩和という記事でございます。ちょっと読みますと、中国が新型コロナウイルスの感染拡大を徹底的に封じ込めるゼロコロナ政策を一段と和らげる方針を決めた。ほんま当局は同時に財政支出を拡大、冷え込んだ景気のテコ入れを急ぐ構えだ。ただ感染者数が急増し、再び規制が強化されるとの不安はくすぶる。くすぶるっていうのね、漢字があるんですけど、じゃあひらがなで書いてありますね経済回復が順調に進むかは予断を許さない状況だと。会議括弧ですね。何度も休業を強いられてきた。ゼロコロナは本当に終わるのか。北京市で飲食店を経営する30代の男性は懐疑的だ。男性の店舗は今年感染拡大が理由で2度にわたり休業を余儀なくされた。毎回最後だと思っていたが違っていたとこぼす中国の場合は休業やって言われてもですね、1日6万円とかもらえませんからね。本当に店閉めなあかんわけだって、当然家賃も発生するでしょうしね、中国では今春感染拡大を受けて、省都上海市など各地でロックダウン、都市封鎖が実施された。これはまあちょっと飛ばします。消費者心理は冷え込み、10月の小売売上高は前年同月比 0.5% 減と低迷している。 0.5% 減ぐらいで済んでるとは思えないですけどねなんか向こうの統計はね、いつもこんな感じで、へみたいな感じで、
都市部では若者を中心にゼロコロナ政策に対する不満が高まっているものの、感染拡大への恐怖が根強い農村部などでは支持され、再び規制が強まる可能性はゼロではない、各市場関係者との見方もくすぶる。米金融大手ゴールドマンサックスは、当局は医療体制の強化を急ぎつつ、新しい入国制限を緩める道筋を探るのではないかと予想しているということで、この記事終わってますね。一応貼ってみましょうか、記事のところ。なんて言いますか、規制緩和をしてね、例えば日本やアメリカ並みにしてですね、外出は自由と、マスクはせよと。アメリカマスクさえしませんね。アメリカはもうなんていうか普通の風邪扱いしてる感じですね。まあ州によって多少違うのかもしれませんけども、ヨーロッパなんか全然普通の風邪扱いですよマスクもしてませんよ。日本なんかはどうでしょうね。今年は私忘年会一個もないんですよ。忘年会的パーティーもですね、このコロナ以前であればですね、毎年この時期にあったんですけども、それもないですね。忘年会旅行みたいなのもあったんですけど、それももう3年連続ないですね。だからそういう面では自粛をしてるんちゃうんかなという気はしますけどね。メディアからの飲みのお誘いもないですしね、誰かさせてくれへんかなと思ってるんですけど聞くとね、やっぱり自粛してくださいって言われてる面があるんですって。もうその1年目みたいにね、全くのゼロにはなってませんけどね。それはいいとしまして、中国ではもう少し厳しい。そのこの前まで北京では店内飲食禁止でしたからね。あんな北京むちゃくちゃ寒いのに店内で食え、外で食えって言うんかお前はみたいな、それを店内飲食も可になったという話なんですけど、どうなんでしょう。あまりにもあれがデモが広がりましたから、当局はビビってちょっと緩めたんだけなのかもしれませんね。でこれでまた感染が広がっていったらですね、もう一回やとか言って やるんでしょうかねちょっとまだ方向性が見えませんね。私はその当局の発表というものをね、気にしてたんですよ。オミクロンは弱毒性なんで、こう規制を緩めるっていうような発表が一回あればね、共産党って絶対間違いませんからね。後であれは間違いやったっていうことはありえないんですよ。素晴らしいでしょ。絶対間違いない。共産党の政府がですね、そういうふうに発表したらですね、それはもうノンリコースなんですよ。逆にはたどらないということなんですけど、まだ何も言うてないでしょ。ずるいんですよ、中国政府って、共産党って。だからまたね、今現段階であればね、もう一回ゼロコロナやって戻れるわけですよ。いや、なんかだからよう分かりませんね。今日木曜日でしょ。僕今週中になんかあるんと思ってたんですけどね。まあもうちょっと待ってみましょうか。これね、発表がないとね、リコースするんですよ。ほんまに戻る、逆戻りするんですよ。でもこれ逆戻りしたらまたデモ起こりますよ、ほんまに。どうするんでしょうね。で弱毒性やから大丈夫とか言うてね、こう感染が広がってですね、で重症者がいっぱい出てきてですね、医療が追いつかなくなると、またこれは当局に対してお前らマジ仕事やろうつってあれですね、中国人たちは怒るわけですよ。共産党間違いよった、どないしてくれねこれ、うちのおばあちゃん死んなやもうとかって、そういう人がいっぱい出てくるわけですよねどっちに行ってもかなんなということですね。僕らも時々間違うんですって言えばいいんですけど、共産党は絶対間違わへんって、絶対間違わへん共産党ですからね。間違ったことはないんですよ、今まで一回もいやあるんですけどね、一回なんかでも、ね、文化大革命とか反省してましたけどね。でもなんか習近平さんが間違ったなんて自分で言うわけないと思うんですけど、なんでね、難しいとこなんですよ。感染拡大が広がっで、いや思ったより弱毒性ちゃうやんとかいうのになりかねない。なぜかというと、欧米や日本と中国では売ってるワクチンの種類が違うからなんです。中国製のなんたら、シノパックとかシノなんたらとかってありましたよね。あれ全然効かへんやんとかで言われてです、あれなんですね、基本的に中国の方々は。だからそれがもしかしたらですね、我々とはですね、状況が違う変化になるのかなという可能性もあるわけですね。だからちょっと怖いなというところはあります。
だからまだ安心できませんね、ゼロコロナが続くんやというふうには安心はできません。いつですね、リコース逆戻りってのゼロコロナもっかいみたいなそうやって言い出すかもわからん。ちょっとやってみたけどあかんかったんやゼロコロナやとかってで言い出したらえらいことですよ。ハンセンドーンと落ちますからね、はい、あんまり上がってないというのもね、その当局がまたですねリコースするんちゃうかというようにですね、まあ、心配してるからではないかなと思いますね。だからもうあと 1,2 週間ですね様子見の必要があるなと思います。この時事のところも貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。